ドアが開く。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 左折。直進運転。バンドメイド日本。右折。バンドメイドのドラムの茜です。よろしくお願いします。すごいテンションでしたね。オープニングテンションさ、ね、あの前回までのね、おとなしい感じとは打って変わって全力のバンドメイド全力のバンドメイド日本を言ってくれました。ありがとうございました。もうね、2月の半分過ぎました。あとちょっとしたら春です。直進運転。すごかった。なんか何言ってんのみたいな顔してた。でも確かに、この久々にさ長い時間あーちゃんといてさ、何なんだろうこの人はって思って。やめたいなっていうの。疲れた？疲れてないよ。なんでな、何なんだろうって。疑問に思っちゃったっぽ。疑問が生まれちゃったっぽ。面白すぎて。直進運転。少ししたらね、暖かくなってきますが、やや強い南風、春一番が近づいてきましたもんね。一番といえば、はい、これだったら日本一だったり、これだったらグループの中で一番だと思うことって、あちゃん、あるの？グループの中で一番なのは、確実にコミュニケーション能力です。それはまさにですね。コミュ力は。直進運転。直進運転。スイッチが入るまでにちょっと1時間ぐらいかかる。かかるもんね。確かに打ち上げとかだったら。早い。早い。私はお酒飲めないから。でもあーちゃんのやっぱすごいところは、お酒を飲めないのに、誰よりもお酒を飲んでる人たちと長く話せたり、テンション合わせられるっていうのは、ほんとメンバー一だと思うし、だって酔っ払ってるみたいになる時あるもんね。なんかお水渡される。お酒飲む。
左折。それは本当やっぱり日本一かもしれない。チャールズ・モンロー・シュルツ氏についてなど様々な分野の問題が出題されるピーナッツ公式検定、何それ知らなかった、ピーナッツラバーズチャレンジが今年の3月に開催されます。あら、もうちょっとじゃないか。はい、スヌーピー好き、いやピーナッツ好きの皆さん、チャレンジしてみましょう。はい、岡根先生のスヌーピー愛はいいですか。佐伯先生、このコーナーいつもなら佐伯先生のコーナーなんですが、言ってもいいでしょうか。もういいです、いいです。まあいいよ。左折。ではお悩みのメールを早速紹介していきたいと思います。ぽー、お人生相談、すごい、最初からカナダの方からいただきました。ぽー、カナダのスコット様からいただきました。ぽー、あなたは失礼です。どうしたらやめさせられますか。わかる。ぽー、これあーちゃんもね、猫を飼ってたから、大好きだから ね、飼ってたし大好きだから、あーちゃんにもこれは答えれる質問かと、きっと思います。ぽー、あかね先生、この質問いかがですか。ぽー、チュールをあげておびき寄せましょう。なるほど、配線とかに興味を持っていなくて、おやつに興味を持って、なるほど、一旦気をそらせよう。配線を配線カバーしたらいいんじゃないですか。確かに、それはしましょう。佐伯先生の方がなんかすごい理にかなった。まずそうね、猫ちゃんがやる前にね、やる前に、そうね、配線カバーして、カーテン登ったりはね、はしょうがないから、チュールだってもう猫のかもしれない。チュールがやっぱない場合はじゃあまた旅か、他は何が、カバーはつけるでしょ。カーテン登ったりはどうしたらいいの。カーテン登るのはちょっと許してあげてもらってもダメだぽ。はい、解決になりません。次いきますぽ。猫目線で、はい、猫目線登りすぎでしょ。はい、次いきますぽ。ラジオネームザクロさんからいただきましたぽ。カナミを運転していますか。発生源がわからない虫が出ます。テレビを見ているとテレビの裏から登場してきて、画面周辺を飛び回ります。大きさは小さく、コバエっぽいキッチンの方には出てくることがありませんし、テレビの周辺以外に他の場所に移動することもありません。あかねさん、この虫の正体は一体何なのでしょうか。そして退治するべきか、どうやって退治するかも教えてください、とのことです。あかねさん、答えれんの。あ、すごい、すごいじゃん。お答えがあるそうですぽ。あ、じゃあそれでは、あかね先生、この相談いかがですかぽ。あなたはお便りを送るところを間違えています。外中駆除に、カナミはあなたをお母さんと呼ぶ。なんでそれ。そうでしょ。私が駆除しに行けばいい。違う、あーちゃんに教えてほしかった。この人だってそんなこと、いたずらな女の子を左折。カナミの母親に電話をかける。お、すごい、リアルなやつ言ってよ。なんで最初からリアルなやつ言ってよ。大丈夫とかがいいけど、でも大丈夫も困るよ。いつだってわからないから。もしもし、もしもし、コミケとかはよくあるけど、それじゃないんだ。今テレビの裏なんだ。
チャイルドロックの敬語、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 チャイルドロックの敬語。渋谷。困った金見。ラムバニー、母。Fuck you.
バンドメイドニュース。はい、エブリワン、クルコー。今日はバンドメイドのお知らせをチェックしていきたいと思います。と、どんなお知らせが待っているんでしょうか。こう、それではレッツクルコI'm sorry.
Yeah.